はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アマルゴケファルス打撃ということで金打撃イベントにやってきましたが、今回もですね、まあ、結構レベル33つということで大変なやつですね。そしてですね、特にこのユーオーはあのアーマー 40% ありますから非常に硬いと、そして、アマルガの方はですね、あの、まあ、体力があってですね、そして移動速度を落とすのがね2つあるということで、まあ、あの交互に多分落とされると思いますから、移動速度対策、そしてアマルゴケファルスも 40% ということで硬いということと移動速度を落とすということで、これは耐性持ちでいった方がいいんじゃないかと思いますが、まずは継続ダメージを与えていくことが大事かなと思いますし、まあ、先手が取れればまあまあいけると思うので、ソロドロを出していきたいとこなんですけど、そうですね、どうしようかな。ソロドロ、まあ、ここでアルデンティスと、ソロドロを出して、そしてそうですね、エルリドがいれば、まあ、完璧じゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな感じでちょっといってみましょうか。はい、ではまずですね、最初は久しぶりに出ましたがスコタトルの、はい、継続ダメージからいきますが、まあ、まず先手が取れると思いますので、おっとアマルゴが来ましたか。はい、ここで、はい、とにかく継続ダメージを与えていきましょうと。で、向こうはね2回スピード落としてくるので、はい、まず1回これ落としてきて、でもう1回次も落としてくると思うんですが、もう1回で結構強いのが次来ますかね。今減速来たので次凶暴来ると結構きついんですよね。だけど耐えられそうなので、はい、もう1回これ耐えてもらって、はい、こっち側も、はい、スピード落としに行きましょうか。さあこれでスピードが落ちればいいんだけど、向こう2回打ってるので、おっとその前に死んじゃいましたね。はい、いやーすごいね、継続ダメージね。さあこれで、はい、向こうが先手を持っていますから、ここで変えていきましょう。はい、向こうはですね、おそらく、はい、弱体化を打ってくると思うんですが、はい、弱体化は効きませんから、まあ、ここでもうね、とにかくスピード落としていきましょうということで、はい、はい、凶暴化来ますか。はい、スピード落としていきましょうと。さあこれでスピード落としていきますが、硬いね、かなり硬いです。まあ次のターンでやられることはなさそうだと思うので、はい、ここで、はい、2倍打ってきますが、さあクリティカル出た、若干残った。さあここで向こうは弱体化しか打ってこれないと思うので、ここはもう確定凶暴化でいいんじゃないでしょうかね。変えてくるかな、変えてこないと勝てますね。さあこれで勝っておくとだいぶ楽になりましたね。次のターンで、はい、先手が取れるかどうかなんですけど、先手が取れていればこれ1回じゃちょっときついと思うんで、はい、もうここは2倍使っておきましょう。はい、ちょっと、おいいですね、クリティカル崩せるだけ崩しておいて、はい、ここでもう交代していけばいいんじゃないかと思うんですけど、はい、これでやられちゃうんじゃないかな。はい、ここでやられておいても、もう2000で向こう先手持ってますから、はい、これより早いのを出していきましょうと。はい、これでもう普通に打っていけばいいんじゃないでしょうかね。向こうはね無敵化持ってるけど使えないですからね、シールド破れますから。はい、ということで、まあそんなに難しくなく勝てるんじゃないと思いますか。皆さんもぜひやってみてください。では報酬見ていきましょう。さて何が出るかな。はい、まずは、はい、コインかな。はい、ドンと、アマルゴが来まして、はい、コインが来まして、ミラガイア、ああドラコ来ましたね、いいですね、いいですね。さあオートリケラ来ましたね。はい、こっからですね、アランカ、アランカよく出るな。はい、おティラノ、いいですね。いやー結構これ当たりじゃないでしょうかね。はい、ということで今日はここまでになります。ありがとうございました。ではまた明日。